蓮女は、室町時代の浄土新宗の僧。浄土新宗本願寺派。第八世宗主、新宗大派。第八代門首。大谷本願寺住職。意味名は、賢固と武器。陰号は、新松院。法院県大僧図。本願寺中高の祖。道州市では、蓮女ニ人と尊称される。1882年に、明治天皇より、 江東大神の死後を追造されている。しばしば本願寺蓮女と呼ばれる。文献によっては蓮女と侵入で表記される場合がある。新州大屋派では蓮女と表記するのが正式である。父は第七世、尊女。公家の広橋県教の勇士。第九世実女は五男。親蘭の着流とはいえ蓮女が生まれた時の本願寺は、昇蓮院の末寺に過ぎなかった。 他州や浄土新州多派、特に仏光寺教団の交流に対し衰退の極みにあった。その本願寺を再興し、現在の本願寺教団の石を築いたことから、本願寺中高の祖と呼ばれる。年齢は数え年。日付は語文などの文献との整合を保つため、いずれも旧暦表示とする。蓮如商人後誕生の地、高市大院。 王衛22年2月25日、京都東山の生誕当時に、天台宗正霊院の末路であった、大谷本願寺で、本願寺第七世位、ゾンヨの長子として生まれる。母は、ゾンヨの母に救治した女性と伝えられているが、詳細は不明。一説には、篠田の被差別ブラック出身だったとも言う。同盟を皇帝、あるいは、補帝と称した。王衛27年。 蓮女六歳の時、聖母は本願寺を退去し、ゾンがエビナ氏の娘、女縁を聖室として迎える。聖母のその後の行方は分かっていない。蓮女幼年期の本願寺は、仏皇寺の流星に筆衰退の局にあり、参拝者があまりにも寂びれた本願寺のありさまを見て呆れ、仏皇寺へ参拝したほどであった。影響三年十七歳の自中納言。 広橋県境の有志となって、少令院で得度し、実名を、県境の一時を受け県ことぶき、かなを、県境の関東名である、中納言と称し、法名は、蓮女と名乗った。その後、本願寺と隕石関係にあった、大和、幸福寺大上院の門石教閣について修学。父を補佐し門松へ加付するため、多くの政教を所赦した。 永響6年5月12日の式号を持つ浄土分類受賞が連女により書者された現存する最古のものである。永響8年、祖父の第六世行女が十字職を父に譲り、4年後の永響12年10月14日に死去した。各吉2年に第一始順所が誕生する。文案四年父と共に関東を訪ね、また宝徳元年父と北国で布教する。 高昇元年11月23日、最初の夫人、女料仁が死去する。長六元年6月17日、父の死去に伴い本願寺、第八代を継ぐ。留め主職継承にあたり、伊伯帝、蓮寺氏を擁立する動きもあったが、おじで、腰中国随仙寺十時、女城の主張により蓮女の就任裁定となった。なお、歴代住職が後継者にあてる譲り状の存女筆が、 謙遜しないことから、この裁定は女女によるクーデターともされる。この裁定に対して、レンテラ氏とママ母母女縁には怒りのあまり本願寺財物を持ち出したと伝えられる。この頃の本願寺は多難で、宗派の中心人員としての格を失い、少霊院の一末寺に転落しており、少霊院の本寺であった比叡山延略寺からは、宗氏についても弾圧が加えられた。 これに対して蓮ンは、遠逆寺への上納金支払いを拒絶するなどした。長六2年8月10日、第八子実業誕生とも、干渉6年1月8日、遠逆寺は、本願寺と蓮ンを、物的と認定、1月10日、同時斎藤の首都は、大谷本願寺を破却する。3月21日、再度これを破却。蓮は、の見を報じて、大の金森、 かたた、オーツを転々とする。さらに、蓮女と親友の間柄であった、先週寺の前が、事故の末時を、本願寺に引き抜かれたことに抗議して絶縁した。文章2年3月、延暦寺と和議。条件として、蓮女の隠居と、順序の拝着が盛り込まれた。拝着後も有能な順序は蓮女を助けて行動する。応仁2年、北国、東国の親鸞遺跡を訪ね。 三河に本州寺を建立する。応仁三年、延暦寺と敵対している、恩城寺の庇護を受け、恩城寺市院の満徳院十字で、お寺の長明あじゃりの圧線もあり、別所地松寺の敷地の一部を譲り受けて、大津南別所に賢承寺となる道を建立、順城十字として、祖像を同時に置く。文明二年十二月五日、第二夫人連友二が死去する。 文明三年四月上旬、越前に吉崎に赴く。付近の川口荘は、教郭の領地で、朝倉高影の横領に対抗するため連用を下校させたとされる。七月二十七日、同所に吉崎五房を混流し、荒地であった吉崎は急速に発展した。一帯には、坊社や田屋が立ち並び、寺内町が形成されていった。信者は、王宇からも集まった。 文明六年、加賀守後冨士氏の内紛で、冨士正近から支援の依頼を受ける。連女は対立する、冨士高知よが、新州高田派と組んだことを知ると、同派の圧迫から教団を維持するために正近と協力して、幸い千代らを滅ぼした。だが、加賀の民衆が次第に、連女の下に集まることを正近が危惧して、圧力を生じた。さらに、蓮女の敗下だった。 下妻連想が、連女の命令と偽って、一期の先導を行った。連女承認新州大谷派山品別院長福寺、経内文明7年8月21日、吉崎を退去一期を先導した、下妻連想破門。オバマ、丹波、摂津を経て、河内出口に今日定めた。文明10年1月29日、山品に、某社の造営を開始。 8月17日、第三夫人女将二が死去。文明13年、新州仏皇寺派仏、三寺の保守であった強豪が仏皇寺派の48坊のうちの42坊を引き連れて、蓮女に合流。蓮女から、蓮京という名を与えられて改名し、皇庄寺を建立する。これによって仏皇寺派は大打撃を受けた。文明14年には、新州出雲寺派合雪寺。 第八世で、新州山本派商常寺の十字でもあった、全鎮が門徒を引き連れて合流してきた。文明十五年八月二十二日、山品本願寺が落成する。同年、長南順女が死去。文明十八年、紀伊に下校。後の詐欺森別院の基礎ができる。同年、第四婦人集女には死去。長京二年五月、加賀一行一揆が、国人層と結びついて決起。 同年6月9日、加賀の衆党は守護、戸賀島幸家を高尾城に置いて包囲し、自陣に追い込む。7月、蓮女は消息を送って、一家をいさめた。遠徳元年、75歳。事務を五男の実女に譲り、実女が本願寺、第九世となる。明王二年、新州岐部派、西寄寺寺の、第七大次元の孫勝営が、伊勢国、伊賀国。 山戸国の四十箇所の門徒を引き連れて、本願寺に合流した。蓮如は、山品七伝に隠居して、新商院と合する。明王五年九月、大阪石山の地に、大阪五坊を混流し、居所とした。蓮如承認五病書明王八年二月二十日、市に最新石山五坊より、山品本願寺に帰参。三月二十日、下妻連想を許す。三月二十五日、 山品本願寺において85歳で没した。妻の死別を4回にわたり経験し、生涯に5度の婚姻をする。子は男子13人、女子14人の計27死を設ける。死の直前まで公主共に多忙を極めた。蓮女の不況は競技を消息の形でわかりやすく解いた語文を中心に行われた。後に蓮女の孫。 援助がこれを収集して五条八十通にまとめた。これに含まれない消息は場外五分と言われ、倍くらいの数の消息が数えられている。また、これまで本願寺は、毎日の本業に全道著作の王城来山を用い、一日を六つに分けて、それぞれの時間帯に度胸を行う六次来山を行っていた。しかし、蓮女は、吉崎滞在中に、越前で三門とが、 新乱著作の三条和さんを頻繁に唱えていたことからこれを取り入れると同時に、言行のやり方を全面的に改正し、朝、夕に新乱著作の正信念仏家と三条和さんを唱える方式に、制定、一般の門徒に広く受け入れられるようにした。こうして、文明5年3月、吉崎にて正信念仏家、三条和さんの開版、印刷が行われ、 さらなる不況に邁進していった。また、門徒個人が所有する道場、村落ごとに形成された総道場の本尊に十字名号を与えた。その他の著作に、昇進下退位、昇進下昇注釈、信仰生活の規範を示した改め海文などがある。また、蓮女の死後、弟子たちが蓮女の原稿録を写し継いだ書物として、 蓮女ニ商人後一大危機キき全三316箇条が残されている。大阪府八尾市の検証時に、蓮女ニ商人後救済の大蛇骨と呼ばれる頭骨が伝わっている。伝承では、蓮女の夢に女性が現れ、竜女に変えられて苦しんでいると訴えた。蓮女はこれを供養したところ、海にその死体が上がったとされ、その竜の骨を大切に祀った。2018年、 大阪大学総合学術博物館の伊藤健、特任講師らがこの検証時に伝わる骨を調査したところ、関心良きシャチの頭骨で、頭骨の全長は1.6メートル、推定される全長は7メートルである。しかも普通のシャチの頭骨ではなく、化石化した可能性が高いものであることが判明した。この骨は、石山本願寺創設後の頃、 新州大谷派南場別院付近で発掘されたものとも伝わり、同地では地下鉄工事の際にに、クジラ類の化石が大量に発見されている。蓮魚を描いた歴史小説、ありがとうございます。